どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、前髪のスタイリング方法についてご紹介します。今回、紹介する長さなんですけど、まあ、大体まあ顎ぐらいとか、まあ、そのこの前後ですよねぐらいの 前髪の方って、まあ、耳にかけたりされる方も結構多いかなと思うんですけど、結構スタイリング難しかったりもするじゃないですか。なの で巻いたりとかブローとか結構される方も多いかなと思うんですけど、まあ、なかなかうまくいかないっていう方が結構多いかなと思うので、今日は簡単にアイロンで、ストレートアイロンですね、でやる方法を紹介しますので、いつも前髪で悩まれてる方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずは流したい前髪の部分を取り分けます。しっかりと櫛で溶かして、ゴムですね、ゴムで根元の方から軽くでいいので結びます。まあ、こんな感じですね。こんな感じになって、でここでもう一度櫛でしっかりと溶かしておきます。ここでアイロンを使っていきます。温度は140度以下で設定しておいてください。で今回は外に流していきたいので、アイロンをまあ中間この辺りぐらいから入れて、そのまま滑らしながら外に1回転ですねだけさせます。こんな感じですね。大体このぐらいカールついてれば OK かなと思います。でそのままゴムを外しますね。外してちょっと後ろに流すような感じで溶かしていきます。でオイルだったりとかをもう2滴ぐらい出して、そのまま毛先を乾燥させないように、ちょっと潤いを出すようにオイルをつけてあげて、バランスを整えていきます。はい、こんな感じで仕上がりました。でポイントなんですけど、まずはしっかりと溶かす、もうこれ巻く前の鉄則ですね。しっかりと面を整えてあげるということによって、巻いた時に綺麗なツヤがある髪の毛になります。なので溶かしてやらないと結構バサバサになってしまう恐れがあるので、しっかりと溶かしてからやるようにしてください。でゴムを結ぶ時なんですけど、まあ、根元の方で大体結んでいただいて、でその時もあんまり強く結びすぎない、あんまり強く結びすぎてね、ちょっと時間経ってしまってここで後ついてしまったら意味がないので、なるべく緩めに結ぶようにしてください。で、巻く位置なんですけど、まあ、大体こう、まあ、長さ皆さんあると思うので、まあ、大体その前髪の中間あたりぐらいからアイロンを優しく入れて、でそこからゆっくりさせながら下に滑らしてくる。そうすることによって自然なカールが出ます。でゴムを外して流してあげると、だいたいこう中間あたりぐらいから、この中間あたりぐらいからカールが綺麗に出るので、バランスよく決まるかなと思います。で、今回はだいたいまあ顎とか顎前後の長さって言ってたんですけど、まあ、ちょっとこう鼻ラインだったりとか目の下ぐらいでも結構できるのはできるかなと思うので、ただその時のポイントがあんまりこうなんていうんですかね、こう髪の毛が全体的にこう結んだ時にこうペタってなってればいいんですよ。こう寝ていれば全然 OK なんですけど、たまにこのままグッと浮いてる状態があるんですよ。こうするとちょっとバランスが悪くなったりとかも結構する可能性があるので、なるべく髪の毛がこう寝てる状態、こうペタッとなってる状態ですね、この状態で巻いてあげると綺麗になるかなと思うので、まあちょっと目の下ちょっと難しいかな、鼻ラインぐらいまでの方で前髪が邪魔っていう方はこのやり方が結構使えるかなと思います。で、あとは、まあ、オイルだったりとかで、あんまり乾燥してるのを見せないように、ちょっとツヤを出していただいて。で、1日キープしたいんだったら、スプレー。でも、あんまりハードスプレーじゃない方がいいかなと思うので、少し固まるぐらいのスプレーで、ちょっと軽くシューと
つけてあげて、まあ、手ぐしを通しながらやってあげるとより自然につくかなと思いますので、そうすることによってかなり1日持って形も綺麗な前髪になるかなと思います。多分ね、男性の方でも結構使える方法になるかなと思います。なので男性の方も、ちょっとね、長い方でそんなにいらっしゃるかわからないですけど、まあ、長めの方で、鬱陶しい方はぜひやってみてください。また、コメントだったりとかリクエストもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ではこの動画良かったら高評価ボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた皆さん次の動画で会いましょう。バイバイ。